市民スタッフの福中です。今回の特集は伊賀流お薬手帳活用術と題し、支援が必要な在宅の患者さんへのサポート事業について、医療福祉政策課の中山さんにお話を伺います。中山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早速ですが、福中さんはお薬手帳を活用していますか？はい、病院や調剤薬局に行った時はお薬手帳を出すようにしています。このお薬手帳の役割について改めて詳しく教えてもらえますか？はい、薬の効能効果は様々です。お薬手帳には患者さんに処方された薬の名前や服用方法などが記載されていて、これを見れば患者さんがいつ頃からどのような種類の薬を服用していたかが分かります。また他の病院で薬を処方してもらうときにも、お薬手帳を見せるだけで同じ効能の薬が処方されていないか、飲み合わせの良くない薬はないかなどの確認もしてもらえます。そういえば以前内科と皮膚科を受診したとき、お薬手帳を見て薬が被らないように調整してもらったことがあります。お薬手帳には皆さんの大切な情報が記録されていますので、ご自身の健康管理にも役立ちます。また旅行先で倒れたり、災害時に具合が悪くなったりした時に、お薬手帳の記録が役に立ちます。医療機関や薬局へ行く時はもちろん、外出する時は常に携帯しておくことをお勧めします。今お聞きしたことを考えると、何冊もお薬手帳を持っていると本来の役割が果たせませんね。その通りです。お薬手帳は一冊にまとめることが大切です。伊賀市では2016年度からお薬手帳は一冊運動を進めてきました。この取り組みにより最近は一冊にまとめていただく人が増えていると感じています。ところで福中さんはこちらをご存知でしょうか？伊賀の薬帳と書いてありますね。はい、これは伊賀市オリジナルのお薬手帳カバーです。伊賀の薬帳は医師、薬剤師、訪問看護師、ケアマネジャーなど医療や福祉、介護の専門職の皆さんが連携して在宅で医療を受ける人をサポートするためのツールになります。このカバーにはお薬手帳はもちろん、健康保険証カードや診察券を入れられるほか、ケアマネジャーの名刺や緊急の場合の連絡先メモなどを入れるポケットがついています。また裏面には医療に関する相談窓口や福祉の相談窓口である地域包括支援センターの連絡先が記載されています。わかりました。ところで、市が行っている支援が必要な在宅の患者さんへのサポート事業に、お薬手帳とお薬手帳カバーを活用しているとお聞きしたのですが。はい、伊賀市では市民の皆さんが住み慣れた我が家で安心して暮らしていただくための取り組みの一つとして、医師、歯科医師、薬剤師、訪問看護師、ケアマネジャー、訪問リハビリ、社会福祉法人など医療や福祉、介護の専門職の皆さんと連携し、在宅で医療を受ける患者さんとその家族もネットワークの一員となったお薬手帳を活用した在宅患者の薬の管理の仕組み作りを進めています。この事業では伊賀市オリジナルお薬手帳カバーの配布と合わせて、情報カードをお薬手帳カバーに入れる取り組みを行っています。情報カードとはどんなものですか？患者さん本人の連絡先や関わっている医療や福祉、介護の事業者名、患者さんやご家族から医療や介護などの関係者に伝えたいことなどを記入できます。また専門職による気づきのメモなども記入できます。この情報カードはお薬手帳カバーにちょうど入る大きさです。わかりました。
この情報カードで患者さんに関わりのある人たちの間で情報を共有しようということですね。はい、そうです。患者さんをサポートし、より良い支援につなげていこうという取り組みです。情報カードを伊賀の薬帳に入れて、ぜひ活用いただければと思います。全国的に高齢化が進み、伊賀市でも今年2月末現在で65歳以上の人口の割合を示す高齢化率は 33.6% となっています。今後さらに高齢者が増えることで、医療や介護を必要とする人が増え、病床数の不足などの問題が生じると予想されています。お薬手帳を活用したサポート事業は、市民の皆さんが住み慣れた我が家で安心して暮らしていただくための取り組みの一つとして進めているものです。在宅の患者さんへのサポート事業を推進することで、こういった課題の解決にもつながると考えています。それではここで、お薬手帳を活用したサポート事業を推進している伊賀医師会の皆さんからのメッセージをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。今回、伊賀市オリジナルお薬手帳カバー、伊賀の薬帳のカラーが黒色から緑色にマイナーチェンジしました。初代のお薬手帳カバーに比べ、内ポケットの数が増え、受診時に必要なものを一冊にまとめやすくなりました。患者さんの情報カードの内容も改良を考えています。お薬手帳はより良い診療の手助けになりますので、受診時には必ず提出してください。ありがとうございました。伊賀の薬帳にお薬手帳や情報カードなどを入れておくことで、自分自身を守る大切な情報になるということですね。その通りです。今後も引き続き、市民の皆さん、専門職の皆さんとともに、オール伊賀市でこの取り組みを進めていきたいと考えています。わかりました。それでは中山さん、最後に問い合わせ先をお願いします。はい、お問い合わせは医療福祉政策課、電話 22-9705、 ファックス 22-9673 までお寄せください。今回の特集は、伊賀の薬帳を活用した支援が必要な在宅患者へのサポート事業について、医療福祉政策課の中山さんにお話をお聞きしました。中山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。